カズサ本一揆とは、欧鋭25年から翌年にかけて発生した、カズサ国の武士たちによる一揆。カズサ国は、犬ン上杉氏が守護職を務めており、欧鋭23年に、犬ン上杉氏の当主であった、上杉全州らによる、上杉全州の乱では、同志の執事を務めていた、ハニヤシゲルシラ同国の武士が動員されて、室町幕府の派遣軍と戦った。 翌年、上杉全州は自害して、反乱は終結し、藩にやらカズサの武士たちは、幕府側に降伏して、赦免を願ったが受け入れられなかった。しかも、欧米25年春には、上杉全州と戦った、下野国の宇都宮持綱が、カズサ守護職を希望して、室町幕府に申請され、室町幕府と鎌倉府の間で協議が行われていた。こうした中で将来に不安を抱いた。 カズサの武士たちによる一揆が発生したのである。欧鋭25年4月に発生した一揆に対して、鎌倉久保、足利持氏は、重臣の一式左近大武将源を派遣するとともに、日立国家島白の武士にも火星を命じた。5月後半に、カズサ八万に集結して、一揆側の本拠である平三条を攻め、欧鋭25年5月28日には道場を、 落として、一気軍を退散させた。ところが、年が明けて、英二十六年になると、再び一気の放棄があり、足利持氏は、軌道半懐に命じて、討伐をさせ、前回の討伐に参加した鹿島市参家の鎌田強、種らも再び参戦した。鎌田文書によれば、英二十六年三月三日に、一気軍の根拠である坂本城で激戦が繰り広げられたという。 王衛26年5月6日に、萩ゲル氏来一騎軍は降伏したものの、萩ゲル氏は後に、鎌倉由賀浜で残首されたという。本一期の最中である o a 25年は秋には、宇都宮持綱を、上佐守護に部任することを認める、部任状が、足利持氏から出され、正式に死後に就任したものの、ほどなく、小山田上杉氏に死後の座を奪われ、上佐の情勢は、 不安定なまま、影響の乱以後の戦乱期に突入することになる。鎌倉久保の支配下にあった諸国の守護任命は、京都の室町幕府に申請した後、聖医大将軍による任命と鎌倉久保の同意を示す、部人状を受けて行われる。ありがとうございます。